リチャード・エル・ページは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、ブルック級ミサイルフリーゲートの5番艦。艦名は、リチャード・エル・ページ巡庄にちなむ。リチャード・エル・ページは、1965年1月4日に、メイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1966年4月4日に、エドモニア、リー・ホイットルおよびナニー・ページ・トリンカーによって、命名、浸水し、 1967年8月5日に、ボストンで、艦長ミルトン・ J ・シュルツ・ジュニア中佐の指揮下収益した。1967年10月中旬、リチャード・エル・ページは、ボストンから母校のロード・アイランド州、ニューポートへ移動した。その後、カリブ海での成長訓練のため、南へ向けて出港した。12月21日に、リチャード・エル・ページはニューポートを帰還し、 信頼性試験の後、第6護衛戦隊に所属し作戦活動を始めた。1968年に入ると、西大西洋で活動を始め、秋には第6艦隊で地中海の配備に入る。地中海では1969年2月10日まで活動し、2月18日にニューポートに帰還、3月には第2艦隊との任務を再開した。 1969年7月1日に、ブランビーに代わって、第122駆逐艦隊の機関となり、カリブ海での演習を行った。リチャード・エル・ページは1971年から1972年8月まで、ニューポートを拠点として、東海岸沿い及びカリブ海での作戦活動に従事し、8月半ばに第6艦隊での任務のため地中海に向けて出航した。 リチャード・イル・ページは1988年9月30日に退役し、1994年1月12日に除籍される。その後1994年3月28日に処分のため開示管理局へ移管された。ありがとうございます。